ジョージ・ロムニーによる肖像が1779年頃。第二代ハードウィック伯爵フィリップ・ヨークはグレートブリテン王国の貴族、政治家。1754年から1764年までロイストン施爵の儀礼称号を使用したアラン・ラムゼーによる肖像が1740年。初代ハードウィック伯爵フィリップ・ヨークの長男として生まれ、 ハックニーのニューカムズスクールで教育を受けた。1737年に、ケンブリッジ大学コーパス、クリスティカレッジの入学許可を得た後、1747年に、正式に入学、1749年に、LLD の学位を得る。1740年代初期に、弟チャールズと共に、アシニアン・レターズを、共作、1741年1月29日には、 協会フェローに選出された1745年、ロンドン高校協会フェローに選出された。また、1738年から1790年まで財務省水等官を務めた。庶民院では1741年から1747年まで、ライゲート選挙区の議員を1747年から1764年まで、 ケンブリッジ社選挙区の議員を務めた。演説はあまりしなかったものの、勤勉に会議に参加して、1743年12月から1745年4月までに、至っては、弁論を詳細に記録したという。1756年のミノルカ・陥落そしてジョン・ウィング提督の処刑という政治危機においては、父やマンスフィールド男爵と共に第一次、 入荷する公爵内閣を弁護した。1760年12月17日、数密顧問官に任命された。また、1757年から1790年まで、ケンブリッジ社党官を、1764年から1790年まで、ケンブリッジ大学総長補佐を務めた。1756年から1760年まで、 ステゴ養育員の副総裁という名誉職を務めた。ウィンポールホール2014年撮影。1764年に父が死去すると釈与を継承した。同時にウィンポールでの領地も継承した。政治ではロッキンガム派を支持した。1766年の第一次、ロッキンガム公爵内閣の組閣にあたって、 北部担当国務大臣として入閣することを打診されたが、健康理由に自体、閣僚への出席にのみ同意した。以降も健康が悪かったらしく、グラフトン公爵内閣とノース内閣期は、野党活動がほとんどできなかったが、ロッキンガム派は引き続き彼を信任して、会合を彼のタウンハウスで開いた。1790年5月に、セントジェームズスクエアの自宅で死去。 ベッドフォードシャアのフリットンで埋葬され、トーマス・バンクスによる記念碑が建てられた。借位は弟、チャールズの息子フィリップが継承した。1740年5月22日、ジェマイマ・ヨーク、ジェマイマ・キャンベルと結婚二女を設けた。ありがとうございます。